岸和田市に住む東大輔さん。2012年5月、実の姉が自ら命を絶ちました。2歳年上、当時29歳でした。近くでいた人間がパッといなくなるっていうのは信じられないですよね。一言で言うと、いまだに信じられへんし、10年経った今でもわからないことがたくさんあるし、受け入れてるのかどうかっていうのははっきりといまだに私の中ではわからないですよね。看護師などをしていた姉は、テレビを見ながら手をたたいて笑うような明るい人だったといいます。弟に対しては気丈なしっかり者を演じてる姉という感じでしたね。ちっちゃい頃からお姉ちゃんについといてみたいな、しっかりしなくちゃいけないっていう部分もね、本人の中で何かこう自分自身を苦しめてたのかなとかって今振り返ると思ったりはしますけど。これは生前に書いていたという日記です。消えたい、苦しみから解放されたい。数年間にわたって書き続けられた日記には、心の病と闘いながら誰にも言えなかった当時の葛藤が残されています。苦しんでる姉に対して何ってできてなかったと思うんですよね。そういうのに自責の念というか、何かできることはあったんじゃないかなとかって、俺にだったら話してもいいんやでっていうように雰囲気作ってあげれたらよかったんかなとかって今考えたら思いますね。東さんは姉の自殺をきっかけに自殺防止の活動に参加しています。やってきたのは大阪中央区 NPO 法人国際ビフレンダーズ大阪自殺防止センターです。ここでは毎週金曜日午後1時から日曜日の午後10時まで電話相談を受け付けています。東さんは姉のように悩む人を減らしたいと相談員を始めたそうです。何が何でも絶対に生き続けなさいという指示は私はできないですけど、生きていてほしいなとは思いますよ。生きてまたこうやってお話も聞かせてもらいたいし、生きていてほしいなって思ってる。相談に乗る東さんの机には大切なものが置いてあります。これは姉のここにこうペンダントつけてたやつなんですけど、実際姉もここにこう電話してたことがあったみたいで、ふとした時に一緒にいれるような感覚があって、まあ、一応こう当番ある時はこれを置いてしております。東さんを含め相談員は全員がボランティア。相談の電話はコロナ前と比べて2割ほど増え、月に1万件を超える時もあるといいます。しかし相談員不足から対応できるのは月に300から500件程度です。全国の自殺防止の相談窓口ってどこもパンク状態なんです。これほど多くの方がメンタル不調を起こして苦しんでいらっしゃると、担い手の数が圧倒的に足りないくらい、それくらい深刻な問題なんだと私は捉えています。またこの団体では近年の自殺の傾向を踏まえて毎週水曜日チャット相談も受け付けています。電話相談は40代、50代、60代の方相談される方多いんですよ。若者からの相談はなかなか電話を選んでいただけなくて、若者が相談しやすいように2022年の3月からチャット相談を開始しました。コロナ禍以降、20代以下の若い世代の自殺者数が増加していて、チャットには多くの相談が寄せられています。さらに横浜市立大学などの調査によると、コロナ禍以降
10歳から24歳の若い世代で、女性のみ顕著に自殺が増加したといいます。人との接触が減少したことによる精神的影響や、自宅での滞在期間が長くなったことで DV や虐待が増えた可能性が理由として挙げられました。自殺を試みた女性は今何を思うのか。大阪府に住む橋本なずなさん、心理学を勉強する23歳の大学生です。そんな彼女は10歳の時に母親の交際相手による性的虐待で心に深い傷を負いました。性的虐待にあったことで、こう、私はそういう扱いを受ける程度の人間なんだっていう、そもそも私はそういう価値観で長らく生きてしまったので、10代の頃をやっぱりあまりその自己肯定感とかって呼ばれるものをきちんと取り扱えてこなかった人間なんですよ。歪んだ価値観がいい方向に変わりつつあった2020年1月、交際相手との喧嘩を機に過去のストレスなどが爆発し、うつ病を発症。その直後にコロナ禍が始まりました。外に出て太陽の光を浴びようとか、うつを患うとよくそのお医者さんの先生とかから言われる言葉なんですけど、緊急事態宣言だとか出て外に出られないっていうのはやっぱり辛かったんじゃないかなとは、絶対に関係はしていたと思います。コロナ禍で心の病が悪化し、再び自分の存在価値を否定するようになりました。精神疾患になって働けなくなって、パートナーだったり母に迷惑をかけながら生きていて、それでいて私なんてそもそもこう性的な価値しかない人間だしなって、じゃあ本当に私って生きてちゃダメじゃんって思って、そういう行為に至った、自殺をしようと思ったんだと思います。2020年7月、自宅のベランダで首を吊り命を絶とうとしましたが、当時の交際相手に助けられ一命を取り留めました。なぜ死ねなかったのか、そんな思いを持つ彼女を支えたのは当時の交際相手と母でした。しんどかった、あ、今思えばしんどかったですね。しんどかった、しんどかった。でもその時はもうがむしゃらなんで、も特に周りは自分がもうしんどいけど、自分よりしんどいのは本人やと思うから絶対そんなこと言えないし、私はもうただただ普通に生活を支えてただけで、特別何かしたっていうわけではないんで、ありがたいなと思います。衣食住は揃っているっていう状況で心の病に向き合えた私はきっと恵まれていたんだと思うので、めちゃくちゃ感謝はしてるんですよ。橋本さんは2020年12月、あるサービスを立ち上げました。カウンセラーと相談したい人をつなぐアプリ、ブロステ。お小遣いで生活する学生でも利用できるよう、料金は5000円未満で、最短1時間後から予約ができます。価格が安価なので、とにかくやっぱり若い世代の方には進んで使っていただきたいなと思っていて、自分の中でこう抱え込んでしまって死を選んでしまうっていう方もいると思うので、カウンセリングを受けるっていうものが何の偏見もなくこう気軽に利用されるようになる未来っていうのをずっとずっと追いかけてやっています。一度自ら死ぬという選択をした橋本さんは、どんな思いで生きることを選んだのでしょうか。やっぱり生きていった方が当然楽しいことも自由もあるし、嫌なことから逃げるっていうことができるし、ただ死んでしまうとね、それが全ていいことも悪いことも終わってしまうので、その当時は悪いことが終わるっていうことにしか目を向けれてなかったんですけど、実際いいことも母との時間とかパートナーとの関係とか、なんかそういうもの
を全て失うっていうリスクを考えれるようになった。